じゃあ、じゃあ、こんにちは。はい、牧原さん。はい。よろしくお願いします。いやー、よろしくお願いします。お願いします。この前、はい、まずこれを聞かなきゃいけないのは、うん、完全じゃやりかけたやつがいるよね。あのやっぱりね、来るんですよ、電話が。電話が来るんですよ。やばいですよ、つって。来るから、すぐにテレビつけて、うん、見た瞬間、フォアボールだったんで。あ、9回から見たんだ。はい。ちょっと安心して。いや、安心してってない。いや、やっぱり安心するじゃないですか。いや、俺が最後だったと。いや、やっぱあんだけそこそこもうちょっとっていうところまで行ってダメなっていうのはやっぱり結構難しいんだなってことが改めて証明されるわけじゃないですか。いや、だってさ、美馬のさ、顔が初回から俺見てたんだけど、8回9回になったら顔引きつってきたからね。あ、やっぱりね、8回の攻撃がちょっと長すぎましたよね。点入ったじゃないですか。あれもっとすんなりスッといっていたら、意外に先頭バッターパッと取っちゃうと楽だったと思うんですけど。いや、でも 6-0 の時でしょ、はい、6-0 だったでしょ、はい、マーキーがやった時、はい、僕も同じだったんです。8回にやっぱり点が入って、はい、割られないかなと思ってたんですけど、やっぱりちょっと間が空きすぎましたからね。あれ何回ぐらいから意識するの？僕は5回です。それは何、ノーヒットノーランを意識したのか、パーフェクトを意識したのか。パーフェクトですよ。はい、まあそれまでパーフェクトだからね。そう、あの大体僕はあの、まあ、ヒット打たれてないっていうのはそれあるじゃないですか、うん、5、6回ぐらいの全然あると思うんですけど、フォアボール出してないっていうのはなかったんで、あんまり今までの経験の中にフォアボール1個ぐらい出すんですよ、うん、大体出てなかったんで、今日はもしかしたらいけるかもしれないっていう感覚になりましたから。はい、その時は何が良かったの？頭冴えてるっていうか、冴えてるわけです。そのまっすぐが特に良かったとか、フォークがよく落ちたとか、まあ、確かにそういうのもあるんでしょうけど、コントロールもまあ良かったんでしょうけど、うん、頭が良かったんですよね、その時だけ。もうものすごいクリアだ。そうなんですよ。めちゃくちゃなんか違うんですよ。途中でゾーンってよく見るんですよ。あ、あるあるある。あ、これだなっていう。もうキャッチャーミット1点しか見えなくなるとか、このバッター初球から打ってきそうだなっていうのが見えるんですよ。でもそれ見えたら、それはもう絶対間違いじゃない。間違いじゃないから、ボールから入ってみたりとか、それを振ってくれたりだとか、初球からボール球手出してくれてサードゴロになったりとか、うん、そういうことって今までの感覚の中でなかったんで。でも牧はさ、例えば先発ピッチャーでマウンドに上がった時に、うん、まず何、やっぱり完全試合を目指す。もちろんそうですよ、まあ、みんな言うじゃない。みんなそうですよ。完全試合、ノーヒットノーラン、完封、勝利投手ね、そういうだんだん、やっぱそうなの。そうですよ、やっぱりだんだんそうやって下げていくもんですけど、うん、まあいきなりヒット打たれたりするともう全部消えていくわけじゃないですか、うん、まあ完封しか残んないとか出てくるんだけど、うん、まあ理想はずっと持ってるんですけど、なかなかその境地にはなかったですよ。でも先頭バッターホームランってある？ありますよ。今さ、打ってないですか、僕から。先頭打者はないな。からは打ってないわ。打ってないですよね。いや、だけどそれはもう完全にショックなことなの。めっちゃショックですよ、ここからって。もうガタガタって理想から崩れるわけだよ。もう本当に崩れて、それもホームランじゃないですか、うん、いや、だけど、まあ、8回、まあ、完投してって、うん、9回は特別なイニングになるって言うじゃない、うん、はい、これはあの勝ち投手の権利を持ってたとしても、そうですね、でも完全だとさ、相当なプレッシャーあったでしょ、うん、まあ、でも僕は失うものがないと思ってたんで、勝ち投手はほぼ確実じゃないですか、まあ、だったんで。確かに。だからまあヒット打たれようが完全試合もしできなくても、うん、別に勝ちはもう決定だからっていうのを思えたんですよね、うん、だからそういう心理状態が、うん、あ、これ やれなかったら悔しいだろうなとか、そんな風に思わなくてポジティブなんですよ、うん、ものすごくポジティブだったんで、そういう時期に自分を疑うことっていつもあったんですよ。どうせ打たれるんだろうね、うん、かなっていうのが大体普通は投げてて思うんですけど、絶対できると思っちゃってましたから、ね、5回が、まあ、ゾーンに入ってゾーンに入ってできると思えたんですよね。だからその境地が、じゃあその後、引退するまであるかって一回もなかったんですよ。でもたまたま、あの翌年にまた同じ東京、あの福岡ドームで阪神戦だったんですよ。全く同じ展開でずっと行って、5回に清原がその時足怪我してたんですよ。だからファーストにあんまり打たせないと言われてたんだけど、ボテボテのピッチャーゴロ、あ、ファーストゴロが横を飛んだんですよ。今日は取れなくて、それライト前ヒットですよ。終わったらその
ランナーをゲッツーで取ってるんで27人で全部終わったんですよ。フォアボールも1個も出てないんですよ。その翌年の登板で何福岡相性いい、ね、いいんですよ。福岡ドームはもう本当打たれるしな。なんで広いから、広いから、あの当時だから。でも広いとさ、ヒットゾーンは広がるわけじゃない、まあ、ホームランはなくなっても。そうですよね。まあだけどなんか勇気もらえるんですよね、ああいう球場ね。あと地方に行くの楽しいんでしょうね、これね。いや、そんなことあるから楽しいよ。いや、ちょっと待って、豊さんだって楽しいことあったでしょ。福岡とか札幌とか行くと何か楽しいよね。何もいいことなくてもなんか楽しいじゃん。心浮かれるよね。浮かれる。で、僕らは投げて勝ったら次の日休みだったら、うん、あのもうあとゆっくりなんですよ、うん、そう思うとその初戦で僕投げさせてもらうのが一番嬉しくて。あれ初戦だった。あれは3戦目だったんですけど、残念なことにね、楽しみはなかったんです。いや、でも投げ終わった後楽しんだでしょ。いや、その後にだからもうお前ら門限なしだから好きなだけ飲んでこいって言われて、銀座のクラブじゃない、福岡のクラブに、あの地方もあるんですよね、うん、あのテレビ局もあって全部プロ野球ニュースなんか出るんですよね。あの試合終わった後に完全にやったから、やった後で全局空いてないじゃん。全局回ったら空いてないから、うん、あそこのクラブを貸し切りにしてくれて、寿司を取ってくれて、福岡ですよ、うん、寿司を取ってくれて、お姉ちゃんたちがいっぱいいるところで、広報の高坂さん、うん、先輩ですよね、豊さんの先輩の高坂さんと2人でそのクラブに行って、で、お祝いを軽くして、もう飲んで、球団のつけでいいからって言われて、クラブですよ、銀座のクラブの、球団のつけでいい、球団の、なんでそれ。お祝いだったんじゃないですか。球団のつけで飲んだことはないわ。お祝いだったんじゃないですか。球団が払うからって言って。でも疲れはなかった。疲れないです。92球、102球ぐらいですから、投げてないですから。102球で完全。はい、すごいっす。別にそんなもんフォアボール出さないですよ。まあまあ、そうそう。まあ、いろんなこと聞きたいんだけど、うん、ちょっと見間に一言言っといてやってよ。そうですね、せっかく。いや、見間ね、まだ、これからありますから。え、そうですか。大学の後輩の中央ですか。中央大学。残念だったね。でも、まあ、僕はあの正直ドキドキしましたよ、見てて久々にこれやられるなと思いましたけど、まあ、やっぱほっとしてやられなくて、正直な気持ち、正直な気持ちはフォアボール出た時に、なんかちっちゃいこう手でガッツポーズ心の中で出るようになる。やっぱそんなそうなんですね。いや、そんなもんですよ。まあ、そりゃそうだよね。人間ちっちゃいっすよ。マキの前は誰だった。今井雄太郎さん、もう今井雄太郎さんの名前なんか出ないもんね、マキが。そういうことなんですよ。だから結局出なくなるから、はい、だから今度は美馬さんっていう名前出ちゃうわけだから、ね、だからまあ、だからその僕は今25年間ぐらいそれで楽しませてもらってるんだけど、もうその後誰かがバトンタッチするわけじゃないですか。そのバトンまだ未だにね持ってたいっていう小さな感じだって豊さんだって例えばもう記録持ってて、はい、高木豊かのって名前が出ると嬉しいじゃないですか。まあ、あるんですよ、豊さんあるんですね。連続守備機会、いやいや、1シーズンの、はいはい、9割9分7厘という。あ、これは未だに未だに日本記録なんだけど。山下大輔さんはあれはずっと何イニングとかいう計算だよね。なんかでも僕ら先輩たちがよく言ってたんですけど、山下さんは確かにうまいけど、あんまり横のやつ取りいかねえからなとかって言ってる人もいました。まあまあ、守備範囲はね、そうですよね、そんなには広くはない。だけど、堅実ですよね、堅実。豊さんは守備範囲は、篠塚さんよりは広かったよ。セカンドだけですよね、ショートやってないですよ。やってるよ、2年か。2年ショートやってますよね。うん、でセカンドで記録作ったと。そうそうそう。で、未だに出てくるんですね、じゃあ名前が。まあ、地味な記録だけどね。いやいや、いいじゃん。いやでも完全っていうのはさ、なかなか名前出てこないでしょ。うん、だけど完全ってそういうやつがいないもんだ。1試合だけですから。豊さんのはもう長いシーズンにあって、その記録すごいじゃないですか。それすごいですよ。ありがとうございます。そう。食べられるとは思ってない。いやすごい。いや、だって、はい、ね、ユーティリティープレイヤーが、はい、いろんな仕事にもこうやってデビロップ、ね、はい、仕事も増やしてってるじゃないですか、はい、恐ろしいなって、すいません、どこ目指してるんですか。いや、働くおじさん。